チャンネルです。今回はキティちゃんの文房具です。揃えてきました。すんごく可愛いで、パステル色で、前回紹介したリラックマとはまた違う、なんかほんわか系のシリーズです。これからいきます。こちらは外から見ただけでもすっごく可愛いレターセットです。裏はこんな感じで、便箋4柄かける各7枚、封筒2柄かける各7枚、封筒はすべて L 版写真が入るサイズです。では開けてみます。はい、こんな感じです。ああ、ピンがついてる。お、裏も可愛いです。まず便箋はこちらの4種類です。紫、水色、こちらは方眼の目になっています。ピンクと黄色ピンクです。こちらは透かしの絵が入っています。リボンとかのいろいろ入っています。どれに組み合わせても使えそうな封筒が2種類。裏はこうなっています。かわいいです。次はこちらの消しゴムです。こちらもただキティちゃんのかわいい消しゴムってわけではなくて、まとまるくんです。色付きです。しかも香りまでついています。大特価。裏はこんな感じです。両方とも優しいお花の香りです。きっと消し心地もバッチリです。次はこちらのスティックのりです。こんなに可愛い絵です。こののりは周りがラメラメです。すごい綺麗なだけじゃなくて、せーの、チロリン。ここにキティちゃんがいます。可愛いです。いやー、ぷっくり盛り上がった土台にキティちゃんが書いてあります。こちらもラメが入ってキラキラです。開けてみます。せーの、じゃん、白でした。繰り出しタイプです。最後にこちらのクリップです。ハローキティの形のゼムクリップ12個入り。開けてみます。せーの、じゃん、じゃん、ゴールドとピンクのクリップとキティちゃんの入れ物です。では止めてみたいと思います。かわいいです。あ、止まってた。こんな感じで止めるとキティちゃんの輪郭が浮き上がります。すごくかわいいです。やばい。このように収納します。ティーちゃんがウィンクしてます。裏はこんな感じです。私たちはいつも一緒。以上、ティーちゃんの文房具の紹介でした。また見てね。やー